ライアン VZ-3 バーティプレーン。ライアン VZ-3 バーティプレーンは、アメリカ合衆国で試験された垂直離着陸、実験機である。アメリカ航空宇宙局やアメリカ海軍と協力し、アメリカ陸軍が発注した機体である。製造は、ライアンエアロノーティカル。1機が製造された。大面積のフラップを用いた、推力変更方式による垂直、または、 超短距離離着陸に関する研究を行う機体であり、1956年6月より設計が開始された。機体は1957年に完成している。エンジンは、胴体内にターボシャフトエンジン1機を有し、左右各主翼1機ずつのプロペラに動力伝達される。プロペラは直径2.79メートルで3羽の大型のものであり、回転軸は 主翼下に位置し、通常の航空機と同様に回転面は機体前方を向いている。ホバー飛行時に胴体ビブより排出されるエンジン排気を操作し、飛行制御を行う。主翼は、後翼配置であり、比較的幅は短い。プロペラ交流を下方に変更させるために、主翼公園前域にわたり、深い角度まで動作する二重隙間フラップを有する。フラップは大型であり、 プロペラ交流のほとんどを受け止める配置にある。また、主翼端には下向きに、フラップのガイドでも、ある垂直性流板が設けられている。この大型フラップは水平飛行時には収納される。このほか着陸足は固定式であり、TGB 翼を有していた。1958年から栄光飛行試験を開始し、1959年に自力離陸に成功した。 陸軍では21回の試験飛行後に事故を起こした。その後、アメリカ航空宇宙局により、コックピットが開放式に改装されて試験が行われた。試験では、エストール製は確認されたが、垂直離着陸には成功していない。退役後、機体はアラバマ州のアメリカ陸軍航空博物館に展示されている。ありがとうございます。